ちは。こんにちは。ゆとかさんがプロの1年目ってあれ1900何年でした？80年。1980年に、うん、プロ1年目を迎えたんですよ ね。で、ゆとかさんがブレイクした年、まあ、83年からかな。83年、実質的にはね、盗塁取ったのって84年ですよ ね。で、そのじゃあ前の年の83年ぐらいからググッと、うん、そうだね、来たね、うん、じゃあその83年にちょっと今日はこう焦点、はい、スポット当てて、スポット当てて見ていきたい。焦点って古い言い方って日本語、日本語ね、日本語ね、スポット当てて、スポット英語で言ってスパッスライドスライド、久しぶりに出たね、はい、ちょっと当てたいんですけど、うん、覚えてます、いろんな、例えば、まあ、83年、うん、どんな、まあ、チームが強くて、まあ、まあ、総じて巨人が強かったっていうのはあるよね。で、広島も強かったし、あ、そうなんだ、阪神が強くなりかけてたっていう感じがする年だったかな。そうなんですね、うん、パ・リーグのことってセ・リーグにいましたけど覚えてあんまり覚えてないよ。それはやっぱり人は覚えてるけど、はい、チームがどうだったかっていうのはあんまり意識することではなかったから、うん、やっぱセ・リーグをちょっと振り返りたいよね、うん、今実はここに結構膨大な資料がある、ね、あるので、うん、じゃあその83年に振り返りだね、振り返りをちょっとしていきたいんですけど、はい、まあ、まずセ・リーグの、はい、この時代どういった選手がそのチームで、はい、まあ、主力のメンバーとしていたか。あー、オーダーか。オーダーです、はいはいはい、まあ、やっぱりこうあの当時強かったのは巨人とおっしゃってましたけれども、はい、ね、巨人のちょっとオーダー、はい、ベストオーダー、はい、1番、はい、松本、はい、あ、いいですね、走るね、大好き松本、青い稲妻ね、青い稲妻ね、そんなに小柄なんですけど ね、大好きでした。で、2番が、はい、ショートの河野さん。河野さんはね、もうある程度もうベテランで、はい、もう入れ替えの時期だったね。あ、確かに32歳。そうだね。まあ32歳で入れ替えっていうのも早いんだけど、はい、でも当時はもうなんか入れ替えかなっていうような感じだったね。あ、そうだったんですね。で、3番が篠塚さんですよ。はい、で、4番が同期の原さん。そうだね。もう4番？ 4 番だよ。ジャイアンツの。ジャイアンツの。早いな。で、5番がスミス。スミス、スミスも怖かったね、守ってて。あ、そうなんですか。パワーヒッターだね。へえ、あ、ライト？ライト。へえ、あ、38歳ってもう。いや、もうベテランだよ。ベテランですよね。うん、で、6番がレフト、淡口さん。淡口さんね。で、いらっしゃったんですね。いや、いたよ。まっすぐに強くてね。へえ。で、7番が中畑さんです。はい、中畑さんね。はい。あ、ファーストだったんですね。ファースト、ファースト。原がサードに入って、はい、中畑さんがサードからファーストにコンバートされたっていう。そうだったんですね、まあ、そういう時期だったよね、83年、はい、で、キャッチャーはもう山倉さん、はい、で、控えに駒田さんとかいるんですよ。そうだね。あと吉村さんとかもそうだ、はいはい、吉村、いい渡だったね、好きでした私、うん、もうこういったところが、あ、はい、ジャイアンツの、野手陣で、ピッチャー陣は先発が江川さん、はい、あと西本さん、ちょっとバーッと名前言っていって、江川、西本、うん、牧原、貞岡、うんうん、加藤、香取、おー、あと三浦さんで、中条、橋本、うん、左のね、はい、で、はい、斉藤、堀内さん、あ、堀内さんで、まあ、角さん、おさえ角さん、へえ、いや、やっぱ強いよね、そうやって名前聞くだけでもね、大体全部分かってます、分かってるでしょ、はい、はい、強い、それ優勝しますよね、はい、続いて広島、ちょっとテンポアップしてもいいね、いいですか、どんどんテンポアップしていきましょう、はい、広島のベストオーダー1番吉彦さんです、はい、まあ、ざーっと言っていって、高橋、山崎、うん、幼い、幼いで、山本浩二さん、はい、で、衣笠、はい、長嶋、はい、アイルランドアイルランド、アイルランドで、はい、達川さんです、はい、まあ、そこそこ強いよね、やっぱ、はいはいはい、アイルランドっていたんですよ、アイルランドって面白い選手がいたんだよ、もうタッチされそうとしたらこう、下にへばりついて土のグラウンドでもがき苦しんでるというまあ、そういう面白いキャラのアイルランド、うん、選手だった でもさ、うん、高橋芳子さんと山崎ってスイッチヒッターだからね、両方とも打てるというね、一、はい、1、2番だったんですか、1、2番だった、はあ、強そうだな、うん、まあ、強いよね、やっぱね、そうですよね、うん、で、ピッチャー見ていくと、はい、あ、川口さんですよ、先発、はい、で、北別府さん、はい、山根さん、はい、山根さんもね、球速かったんだよ、あ、そうなんですね、うん、で、あ、津田投手、常にね、はい、はい、
谷さん、池谷さんね、もうベテランだったけどね、31歳、はい、で、古澤さん、はい、古澤さんも球速かったし、で、新見さん、はい、で、山本、はい、で、先発中継ぎを抑えに大野さんがいる。いや、大野さんもいたね。へぇー、これ白竹っていうのもいる。あ、いるんだよ、いやなんだよ。23歳で若かった。そう、若いんだよ、だから何回も対戦してるっつうの。あ、そう、天敵ですよ、豊さんにとってのね。ね、はい、はい、で、太陽です。はい、1番高木豊、はい、来た来た来た。で、2番あ山下さん、山下大輔さん、ね、おお、はいはい、はい、で、3番長崎、はい、さん、4番レオン、はい、で、5番田代さん、はい、で、6番トレイシー。トレイシーね、トレイシーいい外国人だったよ。あ、そうなんですね、はい、ライト守ってたんだ、はい、あ、で、屋敷さん7番だったんですか。へえ、で、8番に辻キャッチャー、まあ、ベテランだよね辻さん、41歳、もう大ベテラン。セカンドまで届かなかったんじゃないかいや、ボールがねでも、キャッチャーやってたってことは。でもさ、これ見るとさ、はい、30超えるともうベテラン、超ベテラン扱いだったもんね、その当時は。ですよ ね、まあ、そうですよね、うん、控えは加藤さん、あ、キャッチャーのね、はい、で、高木、吉和さんね、あ、はい、はい、で、高浦さん、キャッチャーで、元井さん、はい、で、加藤さん、若菜さん、はい、はい、で、あ、ピッチャー陣は遠藤さん、はいはい、で、金沢さん、はい、で、平松さん、あ、カミソリ、カミソリ、はい、で、門田さんっていらっしゃったんですね、はい、うん、で、古賀さんとか、はい、あ、斉藤明夫さんもいらっしゃいました。まあ、これ見るとちょっと弱いよね、メンバー的に。ピッチャーはピッチャーが弱い、ピッチャー弱い。あ、野手陣は良かったのにというところで ね、豊さんヒットにね、はい、で、阪神です。はい、阪神。あ、真由美さんですよ、1番真由美さん、かっこよかったね。かっこよかった、まあ、今でもかっこいいですけどね、はい、で、北村、はい、あのスパイクの剣を研いでた怖かったですね、はい、で、こっからですよ、バース、掛布、佐野。あ、佐野さんだったんですか。うん、佐野さんだったね。で、藤田、はい、で、平さんね、はい、藤田平さんに、はい、笠間さん、ね、はい、一番に平田さんですね、はい、まあ、岡田さんがいないよね。岡田さん控えです。あ、控えだったの、はい、その時。で、アレンとか、ストローターっていうのいたんですか。知らないです。知らないですよね、はい。ピッチャーが先発、小林さん、小林茂さんね。あ、茂さん、はい、あ、ベテランじゃないですか、はい、で、工藤さん、まあ、フォークが良かったよね。あ、はい、で、野村さん、はい、で、伊藤、オルセン、オルセン、まあ、オルセンってそう大した活躍はしなかった、ね、しなかった。で、池内、はい、福谷さんですか、はい、で、福谷さん、浜田、はい、中田、はい、大町、福間、山本、はい、うん、まあ、ピッチャーがちょっと弱いかな、そう考えると ね、打者はすごい。だ、まあ、岡田さんがこう5番に入ってきて優勝するんだけどね、はい、あの85年は、ね、ですよね、はい、うんうん、で、中日です。はい、え、1番田尾さん、田尾さん、え、中日にいたんですか、田尾さん。田尾さんは最初ドラフト1位がで入ってるから。私、あの阪神と西武のイメージしかなかった、うん、そうなんですね。あ、田尾さん1番だ。で、2番平野さん、はい、で、3番もっか、もっか、ケンもっかってね、ちょっと取り目でさあ、いや、デイゲームは強いんだけどナイトゲームはあんまり弱いんだよ。あ、そうだったんですか、はあ、はあ、で、4番矢沢さん、矢沢さん、ね、あ、で、で、大島さんです。で、宇野さん、宇野同級生、え、宇野さん同級生なんですか。同級生なんで、そうなんですね。これ、まあ、そこそこいいメンバーだよ、これ。すごいですよ。で、7番が上川さん、川、はい、で、8番が中尾さん、キャッチャー、ね、いいキャッチャーだったけどね。で、控え、田野さん、金山さんとかで、はい、ピッチャーが先発、小松さん、はい、小松早かったな、はい、で、あと各源氏ね、各源氏、はい、抑えもね、抑えやったり先発もやったけどね、はい、で、まあ、宮古裕次郎とかさ、これも同級生なの。あ、豊さんの、うん、うん、まあ、こういうメンバーがいたけど、はい、やっぱどちらかというとやっぱピッチャーがちょっと弱いかなですね。やっぱバターの方に目がどうしてもいっちゃいますね。そうですね、はい、そしてヤクルト、はい、1番水谷さん、水谷、2番渡辺で、はい、3番若松さん、若松さんね、若松さんで、4番大杉さんに、はい、大杉さん、5番が杉浦さん、はい、で、6番が丸川野っていたんですか、はい、丸川野、はい、いた、阪急から、はい、阪急のセカンドから、はい、ヤクルトのセカンドへ来たよ。マルカーノ、マルカーノ、いい選手だったよ。あ、そうなんですね。そうそう。で、7番も外国人で、ブリックス、ブリックス、うん、これが乱闘のブリックスがボコボコにされたバカ野郎、ここにいたかみたいな感じで、あのセカンドの時ですね。そうそうそう、あ、ブリックスですね、それが。で、八重樫さんがキャッチャーでね、これヤクルト見ると、うん、やっぱ年齢が高いよね。あ、30歳、ほんとだ、え、クリーンアップなんか
まあまあ、ある程度もう年でしょ。36、38、全員30歳代ですもん、うん、30代、うんうん、だからちょっと年齢層が高かったかなっていう、そうですね、印象があるね、はいはい、あっていうのがこれ、まあ、セリーグその当時のベストオーダー、あピッチャー言ってないじゃん、ヤクルト、すいません、誰がいた、飛ばしちゃった、田島さんね、田島さんこの横のね、サイド、いやらしいピッチャーだったんだよ。で松岡さんももうある程度の年でしょ、36ね、で宮本、うん、井本、だからもうピッチャーも弱いわですね、ちょっと弱かったね、やっぱり、まあ、失礼ながら、失礼ながら、うん、あそうかそうかこのメンバーっていう感じだったんですけれども、はい、でその当時、まあうん、セパ、はい、優勝チームは、まあ、巨人と西武で、はい、最後日本シリーズ4勝3敗で、うん、まあ、西武が優勝したんです。この年ずっとなんか巨人西武でやってませんでした、まあ、まあそういう印象はあるよね、ありますよね、うん、で、この年じゃあどういった選手がタイトルを取っていたのかというと、はいはい、まず、首位打者、はい、セリーグは阪神のマヨネさん、で、パリーグが落合さんなんです、うん、落合さんだね、はい、でね、これ確かその年にどういった、うん、選手が他にも取ってたか、セリーグ真由美さんで、うん、2位が若松さん、若松さんあの年でさ、はい、よく頑張ったよね、いやすごいですよね、で田尾さんが、うん、3位、ね、3位で、はい、豊さんが6位、3割1分4厘で、はい、もう篠塚さんの上にランクインだ、すごいじゃないですかね、はい、まあでもこう考えるとさ、やっぱいい選手がいるよね、まあそうですね、山本浩二さんとかさ、そうで矢沢さんもそうです、5位にいるし、ね、すごいですよ、うん、でパ・リーグは、はい、まあ、1位がロッテの落合さんだったんですけど、うん、これね2位3位4位がスティーブ・クルーズ・リーって外国人選手、そこを本当だよね、抑えて落合さんが取ったというね、これはすごいですよね、うん、で、5位が阪急と言ったら美濃ですか、美濃田さん知らない、いい選手だったよ、そうなんです、福本さんが1番で、はい、2番美濃田、はい、ずっと福本さんが、うん、あの走るまで待って、はい、右にヒットを打っていくというね、いやだってこの人は3割30本30通りしてるから、あもうバランスのいい、はい、非常にあのなんていうの スマートな選手だった、ライトでね、うん、いい選手だったよね、そうなんですか、はい、で7位にブーマ ー、ね、懐かしい、三冠王を取ってるね、ブーマー入ってるんですね、うん、であと石毛さんだったりとか、そうだ、ね、いますもんね、まあ、そうそうたるね、はい、名前が残ってる選手たちが多いね、多いですよね、はい、でその年のホームラン王は、はい、中日の大島さん、はい、36本、はい、で山本浩二さんこれも36本、ああ、はい、カープの、ね、はいはい、でパ・リーグは門田さんです、40本、ああ門田さんね、はい、門田さんはさ、うん、フリーバッティングのピッチャーを本当に近くにして、はい、なんかこうもうベテランだったじゃない、はい、だから速いボールに負けないようにって打たれてたよね、そうなんですね、それがすごく印象に残る、だから体も大きかったんでバットがちっちゃく見えました、体がね、うん、大きくないんだよ決して、横に大きいんですか、まあ、横に大きかったけど厚みはあったけど、はい、でも決して大きな選手じゃなかった、でもそう見えてました、子供ながらにブラウン管の中で、子供だったからじゃない、あ、私がちっちゃかったから、そうだ、あ、そういうこと、うん、なんか遠近法とかそういうこと目の、だと、あ、そうか、そうか、で、打点王は原さんですよ、うん、セリーグ103、おお、同級生、いや、でも100超えての打点王は立派だよね、すごいですね、で、パリーグは114で、水谷さん、あ、水谷さん、水谷さんって、はい、あの広島の5番を打ってたんだよ、はい、あ、で、ロッテに、え、あ、水谷さんはロッテに、だって昨日がさ、山本浩二、水谷とかさ打ってたの、そのクリーンナップを阪急にトレードしてみたいな、それで打点を取ったという、ね、移籍してのだったんですね、最多勝利打点は原さん、はい、でパ・リーグはスティーブ、西武、ね、西武の、はい、で盗塁王が巨人の松本さんと、はいはい、大石大二郎さん、僕は、ね、同級生、はい、あ、大石大二郎さんもそうなんですか、同級生、結構同級生いるんだよ、山崎隆三とかさ、原辰徳とかさ、あ、なんか大だから、いやだから若手で出始めた時だよね、みんながみんながそれぞれ活躍してたんですね、で、ピッチャー行きましょうか、はい、次ピッチャーね、ピッチャーの、投手成績の1位は阪神、防御率ね、防御率、はい、福間さん、福間さんはさ 2.62、 もう何かあったら福間さんだったから、だって69試合ですよ、69試合でリリーフで規定投球回に達してるんだよ、130回130回すごくない？リリーフでだよ。
ちょっと考えられないですね。考えられないよね。今じゃ こんなことなんない。もう働き方改革で罰せられるよね。完全に、あの入りますね。入るな。中央から。うん、すごい。で、2位が遠藤さん、太陽の、うん。そうだね。で、3位が広島の川口さんで、はい、4位同じく広島の津田恒美さん。津田恒美ね。亡くなっちゃったけどね。そうですよね、若くして。もう炎のピッチャーというか、はい、気が優しくてね。あ、そうだったんですね。弱気は最大の敵って、それをいつも見ながら投げてたというね、はあ、まあいい投手だったけど ね、はあ、で江川さんが7位、ね、で牧原さんが9位。牧原さんってこの年ぐらいから出始めた、ね、だから新人王を取ってんじゃないのかな。あ、そうです、そうです、はあ、そうですよね、はあ、で、パリーグの、はあ、1位が東尾さんですね。え、喧嘩投法だよ、まあ、この当時もうベテランでも、まあ、大ベテランだけど、ね、やっぱ投球実があったよね、うん。で、いや、なんかいつもなんかお酒飲んでるっていうイメージ。まあ銀座でね。結構ね。二日酔いのまま投げてたとか。この前あの少年野球でちょっと教えに行ったところに、はい、あのお孫さんがいたんだよ。で、東尾さんいたんだけど、はい、やっぱり酔っ払いの感じだった。いまだに酔っ払いの感じだった。でもいい人だね。いいおじいちゃんになったなって。そうなんですね。で、3位がお西武。この時西武 1,2,3 取ってますよ。東尾、高橋、松沼、こっちはね、松沼兄、弟がいるんで、うん、こっちはね、弟さんの方です。なるほど、ね、正幸さん。いやいや、すごい、やっぱ黄金時代だよね、西武のね、東証王国と言われたね。いや、そうですよ、はいはい、だって松沼兄の方が9位に入ってますもん、うん、そうだね、はい、はい、あー、すごいな。で、この年の、最高勝率の投手が、はい、セ・リーグが津田恒美さん、はい、でパ・リーグが高橋直樹さん、はい、で、最優秀投手が、あ、うん、遠藤和彦さん。そうだよ、太陽の。だから3位に入ったでしょ、あー、その年。そっかそっかそっか、うん、うわ、遠藤さん18勝してるからね、すごいですね。でも負け数も多かったんだけどね。あ、でも本当に遠藤さんでしか勝てなかったみたいな、そんな感じの印象だよ俺は。あ、そうなんですね、うん、でも同じく太陽が最多勝で、確かにそう、遠藤さんで、うん、最優秀救援投手が斉藤明夫さんが、うん、そうだね、ね、で、まあ、遠藤斉藤明夫の鉄板リレーっていうふうに言われたら、うん、もうここで負けたら連敗が続くんだから。続いたとことありました。あ、でもしょっちゅうある。しょっちゅうある。しょっちゅうあったんだ。しょっちゅうある。で、この年の最優秀選手は原さんです。ああ、やっぱそうだろうね、はい、打点を取ってるしね。そうです。勝利打点も取ってるし、うん、はい、で、パリーグは東尾さん、はい、で、新人王が牧原さん、うん、おお、やっぱりそっか、うん、あ、新人だったんですね、うん、おー、ということで、まあまあ、そういうことでね、はい、ざっと。あとはニュースがあるよね。あ、そうなんですよ、この年一体どんなニュースがあったかっていうのを見ていくと、はい、1983年、例えば5月だと、うん、あの阪神の藤田平さんが、うん、後楽園球場で9回表に安打を放ってプロ通算2000本安打達成したりとか、やっぱね、うまかったよ、首位打者も取った人だし。あ、そうなんですね。バッティングが柔らかかった。柔らかかった。柔らかい。で、同じく5月、はい、ヤクルトの松岡弘さんが、はい、阪神戦で先発登板してプロ通算600試合登板を達成した、はい、これは松岡さんは俺が初ホームランを打った相手なのよ、うん、ベテランから。じゃあ、すごい思い出ですね。いや、すごい思い出がある。あー、カーブをね、ホームランしたんだよ、5月3日、忘れない。忘れないですね。うちのおじいちゃんの命日だったんだ。なんかちょっと考え深いですね。そう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 、おじいちゃんが打たせてくれたのかなっていう ね、で、翌6月になるんですけれども、はい、阪急の福本さんが西武戦で1回表に2投3投決めて、通算盗塁数が939となり、すごいな、ルーブロックの持つメジャーリーグの通算最多盗塁数938盗塁を超えると。なんか世界記録になったという瞬間だよね。いわゆる世界の盗塁王、もう世界の福本になった瞬間だよね。これが1983年だったんですね、はい、で、同じく6月3日なんですけど、ヤクルトの大杉克夫さんが、はい、4回裏に安打を放って、うん、プロ野球史上初、はい、セパ両リーグで1000本安打を記録。そうだね、両リーグで、両リーグで記録したという。あ、すごい。で、大杉さんは俺学生の時からよく知ってて、はい、バットとかもらったんだ。なんですか、うん、重くてな、そのバットがこんなん振ってんだと思って、プロは、うん、でも大杉さんが俺が選手時代にバッティングコーチとして来られて、はい、その時体調壊されて、まあ、癌で亡くなられたんだよ。すごい思い出が深い、ね、まあ、恩師だよね。うん、はい、なんですね。
で同じく6月この25日なんですけれども、はい、近鉄の吹石和則さんが、はい、名古屋球場で、はい、6回裏に第1号満塁ホームランを放ち、これがプロ野球史上950本目の満塁ホームランとなる。これは別に言わなくてもいいんだろうけど、なんでこれ、まあ子供が可愛いよねそうなんですよ、女優のね、女優のねのお父さんだから、そうだから福山さんも今義理のお父さんですよ。そうだよ、マシャのすごいね、こめえのね、なんだそれ、一つ屋根の下の真似です。福山さんできますか、真似。22っていうやつじゃない、チーニーですね。チーニーって誰ですか。チーニーじゃないか、チーニーか、はい、いきましょう、はい、8月、はい、広島の衣笠幸男さんが、はい、うん、広島市民球場で5回裏に安打を放ち、はい、プロ通算2000本安打を達成。いやこの頃さ、うん、記録ラッシュだよね、なんか。いやそうですね、こうやって読んでいくとね、うん、平さんも2000本打ったとかね、でね、あとプロ、あ、セパ両リーグで1000本安打、大杉さん打った。そうだよね、うん、だから2000本打ったってことでしょ。あ、そうだそうだそうですね。そうだ。で、8月衣笠さん2000本安打で、はいはい、で9月阪急の福本さんが、はい、ロッテ戦、はい、4回裏に安打を放ってプロ通算、こちらも2000本安打だ。あ、2000本続くな。すごいな福本さんって。走って打ってすごいですね。すごいよな。いや打たなきゃ塁に出れないから、 あそこまで走れないけど、そうだ、もう本当バランスのいい選手だよね。そうですね、で同じくこう9月の18日なんですけども、はい、西武の山崎博之さんが、はい、ロッテ戦3回裏に3塁打を放ち、はい、これも2000本安打。すごいよな、どんどんみんな達成していきますね、この年で。21日、はい、日本ハムの木田勇さんが、はい、西武戦に先発し、はい、何ですかこれ、9回、はい、10失点の完投負け、球数209。ありえないでしょ、壊れちゃう。もう今じゃ非難轟々だけど、なんで変えなかったんですか。だからもうそういう時代だから、もう罰則だよ。あ、見せしめですか。見せしめみたいな感じだよ、お前何やってんだみたいな、もうお前責任取って最後まで投げろ、そんな感じだよ。あ、そういう時代だったんですね。そういう時代もあったね299ってこれ、ね、ありえない、ね、労働基準法ですよ、完全に。まあ本当だよな、違法だよな、違法です、はい、で10月、はい、巨人の松本忠さん、はい、二盗、はい、二塁に盗塁を決め、はい、セ・リーグの新記録75盗塁を、すごいよな、はい、決める。やっぱ数がすごいよね、75130試合で75だからね。そうですね、すごいよな、毎日ほぼ走れ走れですよ、本当に。馬じゃないんだって言いたいですよね。いや馬みたいなもんだよ。そうですね、うん、馬は、うん、こう定期的にローテーション組んでくれるけど、うん、我々は組んでくれなかったからさ。ですね、もうすごいな。で、はい、10月10日、はい、西武が、はい、阪急とのダブルヘッダーの第1試合の、はい、で5対4で勝利し、リーグ優勝が決定、はい、ダブルヘッダーで、これ有名ですよね。そうだね、はい、で翌11日これダブルヘッダーでリーグ優勝が決定したので結構有名じゃないですか。ああそうかな、はい、はいはいはい、で翌11日には巨人が後楽園球場でヤクルトスワローズに7対5で勝利して2年ぶりにセリーグ優勝達成。そうだね、うん、はい、で、10月21日、はい、太陽の平松正治さんが、はい、巨人戦に先発して8勝目を挙げ、プロ通算200勝達成。そうだよ、うん、立ち会ったよ、花束。もう雨が降る中ね、はい、プレーボールがかかり、うん、まあ俺先制ホームラン打ったのかな、その時に。あ、そうなんですね、花添えたんだ、うん、で、6回コールドか5回コールドで平野さん勝ったんだ、はい、あ、そうなんだ、コールドで続行不可能で、うん、それで200勝と。ああ、なんか、おめでたいコールドだった。たださ、衣笠さんとかさ、福本さんとか、はい、山崎さんとか、この年に2000本打ってるでしょ、はい、でにその記録に立ち会えるっていうのはさ、うん、そんなにないじゃない、はい、だから平松さんの200勝っていうのをよく覚えてる。あ、そうなんですね。翌22日、はい、巨人の堀内恒雄さんが、はい、太陽戦で8回から2イニングを投げ無失点、はいはい、さらに8回裏最終打席で1号のホームラン打ったんですね。そうそう、バッティング良かったもん、堀内さんって。あ、そうですね、平松さんも良かったけど、ただ堀内さんはこれが引退試合となったっていう。何日、10月22日、あれ、豊さんの誕生日だ、だから入れたんだけどねそうそう、でもこれ太陽戦だから覚えてますか。覚えてる覚えてる。あ、そうだったんですね。俺も打席に立ったんだ。あ、だから堀内さんとあんまり対戦がなくてさ、はい、
だけど、うん、最後に見れたという堀内さんを打席で。なんかそのメモリアルな感じがしますよね。それ誕生日だったんだね。あ、そう、誕生日だったんだね。で、27日、はい、沢村賞が、はい、選考委員会がありまして、うん、太陽の遠藤和彦さんが選出されます、はい。まあ、三振もよく取ったし、完投も多かったからね、うん、遠藤さんは。そうなんです。遠藤さんというと、私どうしてもメガネの CM が出てくるんですけどね。秋雄さんとね。そうそう、一緒に、うん、そうだね。で、29日、うん、あ、阪神は小林茂さんが、うん、引退をするということを発表し、うん、現役引退を表明されたと。あ、引退された。ちょっと早かったけどね。じゃあ堀内さんと小林茂さんと同じ年、同じ年に引退したけど、年齢は堀内さんの方が相当上だと思う、ね、で11月、あ、これ日本シリーズですね、はい、西武が巨人に 3-2 で勝利して4勝3敗で2年連続5度目の日本一達成。そうだね、はい、西武強かったね。大本気ですよ、森さんの時ですよね。で、翌8日、巨人は、助監督の王貞治さんが新監督に就任したと発表。そう、助監督だったんですか。藤田さんが監督で、助監督だったんだよね、王さんが、うん。だから時代が変わっていくような感じじゃない。そうですね、引退する選手がいて、うん、王さんが、そして就任して、で、若い選手たちがタイトルを取り始めて、うん、っていうような、なんかこう新旧交代のなんかこう時期だったかなと思うね。振り返るとそうですね。そうですね、はい、ちょっと駆け足になりましたけれども、はい、83年、皆さん振り返りましたが、はい、いかがだったでしょうか。はい。